重工はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのは、こちら、重工 B ファイター、B コマンダーでーす。 はい、これは B ファイターの3人がインセクトアーマーを装着するための変身アイテムで、つい先日27年の時を経て、コンプリートエディションが受注開始になりましたよね。何気に2年ほど前に買った当時版を持っておりましたので、こちら紹介していきましょう。状態めちゃくちゃいいんだけど、小窓のここのビニールがなくって、それでも5000円ぐらいだったかな。で、僕は TTFC で15話ぐらいまでしか、まだ見てないんですよね、っていう風に前動画で言ったら、レオンさん19人、 20話でライバルキャラのブラックビートが登場するのと22話でレッドルに変身するレイが前に交代してその新ヒロインもすごいいいから見た方がいいですよっていう風にかなりコメントがありましたので23話まで見ました確かねブラックビートのかっこよさ半端なかったし神切り虫なんだねライバルキャラしかもブルービートのタクヤの遺伝子と神切り虫を掛け合わせて魔術で誕生させたのがブラックビートってことで変身者がタクヤとウリ2つなんだけどあれガチの双子の 兄弟なんですってね。B ファイターの10コーとは違って、邪口で変身しておりましたが、あちらはデラックスソートの商品で変身アイテム発売してないんだってね。なので、今回のコンプリートエディションの流れで、ブラックビートのブラックコマンダーも出るんじゃないかな。では、レビューしましょう。 ちなみに2年前に B コマンダーを買った際にビートマシーンも一緒にゲットしたんですよね。これは3000円ぐらいで買ったな。小窓がないんでもう丸見えになっておりますが、本編の1分の1サイズですよね、多分。大人の手のひらにちょうどハマるぐらいのサイズで、10個で、あ、違う、10個でこんな感じか。変身するんだけど、コンプリート版もこのサイズがベースになるのかな。で、あちらはここの3モード分のパーツがアタッチメントで交換式でしたが、こっちの当時版は なるほど。パーツを後ろ側に隠して、各モードに、おーすごい。あ、全部、格納することもできるんだ。変形可能なんだ。ブルービート用だったりとか、横のパーツを出せば、これで G スタッグか。おー。で、レッドルってわけね。へー。 え、でもなかなかパーツカッチリしてる。そして、平成初期とかでもよくあったよね。厚紙にヒーローが描かれてるやつ。あとは B コマンダーにはめるミニフィギュア。でね、レイが、あ、てかこれあれじゃん。未開封じゃん。21話まで水族館で働く 知的なお姉さんが、レッドルの変身者だったんだけど、まあ、動物学者の面もありましたからね。なんだけど、キャストの怪我によって交代が入って、一応外国に行ったっていう設定で、で、入れ替わりで学生の、高取舞っていう、レイとは全然違う、ちょっと天真爛漫な、可愛い女の子が出てきて、ビーコマンターに選ばれる形で、成り行きで変身することになったんだけど、すぐその後の23話で、またこれさ、うまいこと物語ができてて、戦う理由と、 戦士としての覚悟が固まるエピソードがすぐ入って、それが良かったんですよね。なので、ヒロイン交代が超違和感なかった。本編では入れ替えではなくって、それぞれ3人が持ってる B コマンダーに常時格納されてますよね。今回は3人分で遊べるから、3体入れ替えてね、と。ってことで中身はこうなってて、B コマンダー本体とヒーローフィギュアが3体分。 細かく見る前に気になったのが、こういう持ち方なんだけど、本編だと。10個で小指で下のボタンを押すんですよ。それ難しくないと思ったんだけど、あーいけるかこれやっぱ本編1分の1だな。おお、いけるいけるこの部分にロックパーツがあって、しかもメッキになってる。ボタンが2つあるように、あ、なるほど。あ、通信音とか、あ、でもこれが、 当時版の変身音、まあ、変身音全然違うんだけど、おもちゃとしての変身音は、通信音と、共通だっていう風に書いてありましたね。あー、やっぱそうなんだ。でも、ガチャンって。あー、展開するアクションはすごいね。 電池はここに入ってて、電源オンオフはなくて、スピーカーここね。そして重工の変身ボタンがありつつ、この部分は、端子部分はすべてシールで表現。でもこの辺のシールもすごい質感いい。で、フィギュアをセットする箇所があって、特にジョイントとかはないんだけど、こことここと2箇所だ。2箇所で、あーなるほどね。ギリギリはまるぐらいのサイズになってるから、 超保持力高い。すごいガチってハマる。へえ。なので外しても余分なパーツ一切ないんだ。で、このあたりの装飾部分にもメッキが使われてて、ブラックの成型色をベースにシルバーで塗られております。この辺も超綺麗。そして本編では3つの形状のものをそれぞれ3人が使ってるんだけど、このおもちゃ版はパーツの可動によって3タイプ分を再現可能で、 いいね。展開して、こうフィギュアもはめて、はい、まずは、クヤのブルービートね。タクヤのあのさ、知的でクールで熱血みたいな、ヒーロー戦士のいいとこ取りみたいな、キャラクターいいっすよね。閉めて、バッバッと出した。おーかっこいい一分のちやっぱいい10個はい、展開して、まあ、こうやって変身するやつね。慣れれば意外と、小指で押すのも問題なしだ。 正面から見ると、はい、こんな感じ。じゃあ次は、フィギュアを G スタッグに変えて、しっかりはまるな。そして、先端パーツを収納からの、今度は横から出す。ここもクリアブラックのパーツになってますね。はい、羽展開前の状態はこうで、カブトムシからクワガタに変わりましたね。ほんとボリュームあるな。 どれくらい大きいかっていうと CSM のガタックゼクターとサイズそんな変わんないぐらい合金とかは使われておりませんねなのでこれもこう持って重厚遊びできるし小指で押してああいいねいけるね全然問題ないな戻すときは手動変身遊びも楽しむことができます横のボタンを押しても光って終わりなんだよねガチャッと展開するとこれは コンプリートエディション版。墨入れも入って、相当見た目パワーアップするだろうな。じゃあ3人目は、レッドル。レッドルは、テントウムシとか、カブトムシ、メスみたいな、調べたけどモチーフが書いてあるサイトによって違って、僕はスーツが赤いし、テントウムシかなと思ったけど、ただここの2つの突起パーツが出ることで、だいぶ見た目が他の B コマンダーに比べても可愛いかな。 そしてこれも10コで小指で展開して変身することもできます。展開状態の見た目はこうで見るとこんな感じ。今回の令和のリニューアルで変身音も大幅に変わりますよってことでしたが見た目もボリュームも申し分ないけど当時板はやっぱちょっとサウンド的には寂しいかな。赤色でカブトムシっぽくするとカブトゼクター感半端ないね。 全部出し的なオリジナル遊びをすることもできますから、この辺はザ・おもちゃって感じでいいね。まあ、本編でも3人とも変身音は共通ですが、まあ、3人同時変身が基本なんで、特にヒーローフィギュアを変えたからって何か変わるとか、箱パターンが変わるとか、そういうものも一切ありませんね。でもこのまるで3人合体状態のような、 見た目もかっこよくないで、ミニフィギュアは一応ちょっと稼働するんだ。これあれか。別売りのビートマシンに、あ、やっぱ乗せれるんだ。ここに、通常のマシンセットは無塗装のものが入ってますから、こうしてフルカラーのものを、おー、なるほどね。わかるかな乗せることができます。はい、ブルービート、ミニフィギュアの割にはかなり細かく、 塗り分けられてますね。可動もね、一部入ってるし。そして G スタッグ。G スタッグの G はグリーンの G ってことですよね。はい、これもメタリックグリーン自体が塗装になってますから、無塗装部分が一切ないと。あとこのモールドの細かさ。そしてレッドル。 ま、本編でも女性ヒーローとはいえ結構5つめだったので、それがミニフィギュアでも再現されていると。まあ、こんな感じで3ヒーロー分が付属してるって形なんですよね。とりあえず思った以上に本編イメージそのまんまのおもちゃに仕上がってて、27年前とはいえ、全くチープさがないというか、音声収録の少なさはありますけど、なりきりアイテムのクオリティとしては見た目十分高いですね。 以上重厚 B ファイター B コマンダーの紹介でした。